この5月31日になぜこの街頭で皆さん方に舛添都知事の一日も早い辞任を勧告する、森さんも武田 GOC 会長の賄賂問題も電通の問題もとんでもない。イアクっていうのは実力者で、アフリカの IOC の票ですね、全部東京に投票させるために実は賄賂として使ったんではないかというのがフランスの司法当局の、ね、今捜査をやってるんですね。もし皆さんこれが賄賂だったら IOC は IOC の倫理規定にのっとって東京招致は賄賂でお金で買ったものだということで東京オリンピック開催撤回ということもあり得るんです。電通が裏金を出していましたけれども広告代理店に払われて何らかのデザインポスターになって予算が終わる、結局いつもの利権のあれ、子どもの貧困だってそうじゃないですか。6人に1人の子どもたちが貧困で、そして夏休みになると給食が食べれなくてみるみる痩せてしまう、そういった状況があるのに政府は国民の子どもたちの貧困に予算をつけず、最初何をやったと思いますか。またいつものあれ、広告代理店を頼んでキャンペーンをやって募金を募ったんです。税金を使ってくださいよ、そういうことにこそ税金を使ってほしいんですよ。私たちが日々汗を流し一生懸命納税しているこの税金、舛添都知事が5日間で5000万円の贅沢をするために払っているんですか。違いますよね。決議されたものは東京オリンピックを成功させようという趣旨の決議でした。私は一人、720人いる国会議員の中で一人オリンピックに反対しました。いい加減にしようと、何でも反対したらいいってもんじゃない、そうじゃない、今日本はこの国はオリンピックやってる場合かと言いたいんだっていう話なんです。そんな汚染を海に垂れ流し続けていた、その時に港湾内でブロックされてるっていう嘘を海外でついた、この絵を描いたのは誰かってことなんです。こんな嘘を世界の舞台で虚偽発言をした、その絵を描いたのは誰だ。もちろん官邸ですよ。そしてもう一つ JOC オリンピック委員会、その前身招致委員会が、この世界中が日本にオリンピックを呼んでいいかという話し合いの時に一番心配されていたのがこの汚染水の問題なんです。垂れ流しの汚染水で、この招致委員会の中で分析チームがいて、最近話題になりましたよね、要はいろんなことを相談して情報をもらうコンサル会社、いろんな情報をコンサル会社からもらって、この招致委員会の分析チームが内容を分析し、どう言えば東京に来てもらえるかということを分析し続けた結果、汚染水問題は隠す方向になったんですよ。これはおそらく招致委員会だけではできないこと、国も一体となって世界に嘘をついて、嘘をついてまでオリンピックを呼んだ、その結果どうなってますか。建物建築に関わる人が少なくなってきている、分散されますよ、復興どうなってんだよ、復興なくして日本の再生はなし、言葉だけでは言う、でも実際はどうだ、東京オリンピックに取られる、それだけじゃない、資材も高騰する、それだけじゃない、使われる税金もそこにある。今一番やらなきゃいけないことは何だ、優先順位が違うじゃない。